Thank you.
曲を口ずさみながら聞いてお聴きください。それではどうぞ。
支援法という形で平成24年改定されまして現在になっております。このことの重要性は社会にとってメンタルヘルス、いわゆる精神障害がいかに重要であるか、また当事者個人、また家族、また社会の一員として、またさらには行政といかに協力し合うかということが大切であると思っております。この意味で心の健康フェスティバル、長きにわたりまして精神障害者の社会参加復帰ということを目的としております。その意味で非常に有意義があったあることと自負しております。最後になりますが、本日ご来会の皆様と同時に、これからますます精神障害者足立区のために皆様のご協力をいただきながら、ご支援をいただきながら、最後の この度の開会のご挨拶御礼とさせていただきます。ありがとうございました。